つけろ。どうも、ゆめちゆきです。今日は久々に休みの日なので、大好きなほうとうを山梨県に行って食べに行ってきたいと思います。今8月の真っ只中ということで、夏限定の冷やしほうとうというのがこっちに上京してきて、山梨に行ってすっごい美味しいと思って、初めて食べて感動した食べ物なので、気分転換にバイクに乗って山梨まで下道で行っちゃおうかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってきまーす。行ってきまーす。行ってらっしゃーいって、行ってらっしゃーいって。今日は天気もいいので、お家のお花も元気に咲いております。お前ら、ゆめちゃんに気をつけ、あ、これオープニング撮ったんだったはい、どーん。ということで、今国道20号線を走って山梨まで向かってます。私の家からだと大体100キロくらいの道のりをこれから走ります。甲州街道です。私が主人公こぐまちゃん役を演じさせていただいているスーパーカブのアニメでも、この甲州街道はよく使われています。なのでね、バイクは違えどこぐまちゃんのようにスーパーカブでのんびりとことこみたいな気分で3時間くらいを楽しんでいきたいと思います。なんか私最近すごいグローブ焼けが激しくて、撮影する時とかもなんか腕が黒くて手首から下は真っ白みたいな、よくわかんない腕しちゃってて恥ずかしいんで、このように最近はアームカバーをつけております。去年の夏はもう頑張ってつけたんだけど、今年はなんかもうなんかバイク乗っててすぐ、どんだけ頑張ってさ日焼け止め塗ってもさ、すぐ黒くなっちゃって、うん。もしかしたら動画を見てる皆さんの中に、ここら辺住んでるよって人がいるかもしれないよね。ここは八王子あたりかな、無知なんでわかんないですけど。で、今から行くほうとうのお店は私一回行ったことがあって、すっごい美味しくてまた行きたいなと思ってたんですよね。なんで今回が2回目になります。で、 Google マップさんによると、ここで一度甲州街道とお別れして野猿街道に移れという話ですね。あの、私は小説版も漫画版もスーパーカブは全部見たんですけど、やっぱりなんかこう一回ね、北斗市に行ったんですよ。私も動画には出ないですけど何回か行ってて、で、まあ、やっぱり自分がこぐまちゃんを演じてるってこともあって、なんて言うんだろう、もう聖地巡礼のつもりで行ったら、聖地巡礼しなくとももう街並みがもうそれなんですよね。多分なんか北斗市ってすごい小さな街だから、どこかに向かうわけでもなく、あ、ここ出てきたみたいな、漫画に出てきたとか小説に出てきたっていうような道がたくさんあって、すごく感動しちゃいました。皆さんもぜひアニメ版スーパーカブ楽しみにしててください。もう素敵な作品なんで。あ、自分は免許取った時ってこんな感じだったなっていう、バイクに乗って世界が変わるなんてことはないんですけど、バイクに乗って少し友達と仲良くなれたとか、バイクに乗ることでいつも見てる風景が少しだけ変わって見えたり、いつもは気づかなかった場所だったり道だったりとかが素敵な思い出に変わったりだとか、なんとなく少し明るく前向きになれたりだとか、そういうのってみんなあるじゃないですか。決してバイクってこう魔法の乗り物じゃないんですけど、それでもやっぱりこうなんか相棒っていうかね、友達ではないですけど、なんて言うんだろう、一緒に過ごす仲間みたいな、そういう大事な何かを思い出させてくれる作品となっております。私もこぐまちゃんみたいに高校生の時にバイクの免許を取ったんですね。なんでなんかそのこぐまちゃんを演じていく中で、すごいなんかこう親近感が湧いて、あ、こんなことあったなってこう思い返して、すごいこう感動しちゃったっていうところがあるので、バイク乗りにはぜひ見ていただきたいですね。まだまだ都会の風景って感じがしますけど、都会かっこはてなって感じですけれども、どん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 住むにつれてね、田舎の景色に変わっていきますので、あの今8月のど真ん中なんで、すげえ暑いです。こうバイク乗ってると涼しいとか、あれ嘘だからね、全然暑いから、足はもうなんか焦げるんじゃないかってくらいエンジンであっちいし、信号待ちなんてもう灼熱だよ。こうずっと走ってればまだ問題ないけど、冬は寒いし夏は暑いし、もう大変なんだからねバイクって。まあでもそこがいいんですけどね。そう、手がかかるからいいんだよねバイクっていうのは。
車みたいにね、エアコンがついてるわけじゃないので、じゃあちょっとこれから長旅になるんで、私がちょうどよく長時間話せそうな話題といったらやっぱバイクしかないので、バイクの話をしていきたいと思います。語っちゃうよ。そう、バイクのいいところっていうのはここの手間がかかるところなんですね。車よりもこうメンテナンスがすごい必要だし、あとは自立できない、すぐ倒れるしね。そうそう、自分がいなきゃこいつは立っていられないっていうこける乗り物でも、それがまた面倒というよりかは一心同体、人とバイクが一つになっている、一つになっている、一つになっている、そうそう、一つになっている、そんな感じがするんだよね。一つになってすごく気持ちいいんだよね。はい。で、あとはね、もうこれはちょっと生々しい話ですけど、車と比べて高級車が買えちゃうっていうところがあります。車で200万の車を買うって言ったらまあ普通って感じがしますけど、バイクで200万のバイクを買うって言っちゃうと、みたいな、200万高級車じゃないのみたいな、イタリアのいい感じのバイクが買えてしまいますよっていう、そういう面ではコスパがいいですよね。それをいいことにみんなこうね、どんどんカスタムカスタムみたいな感じになっちゃうんですけど、皆さんバイク選ぶときはもう自分が本当に気に入ったものを買いましょうね。こっちの方が安いからとか、これで車検がないからとか、それもまあお金も大事な一つのポイントだとは思うんですけど、やっぱりね、気に入ったものを買わないと、大体こう身の回り見てて本命のバイクがあるけどお金とかの問題で第二候補のバイクを買いました、似たようなバイクを買いましたっていう人は結構見るんだけど、やっぱり大体そういう人たちってそのバイクの次に本当の本命のバイクを買うことになるケースがとても多いです。だからやっぱりローンで実質無料っていう言葉があるようにね、100万のバイクも100回払いにしたら1ヶ月1万円ですから実質無料なんですよ。自分の気に入ったバイクを買いましょうね。あと車検がないから新販にしたいと思ってるんですけどっていうのも私すごいよく言われるんですけど、それその考えマジでやめた方がいいと思いますよ。で、大事なことではあるし、そういう風に考えられる真面目な人なのかなって思ってるんですけど、でもやめた方がいいと思います。まあ、まず第一に言いたいのは、車検がないからニーハンを選ぶっていうのはニーハンのバイクに失礼、車検がないからニーハンのバイクに乗ってますじゃなくて、ニーハンのバイクがいいからニーハンのバイクに乗ってますって言えてる人の方がかっこいい。たまたまニーハンだった、それで良くないですか。あと、まあこれはもう心理って感じなんですけど、車検っていうのはまあ2年に1回とかじゃないですか。最初バイクにもよるんですよ。例えばディーラーに出すかとか、例えば2輪間の最低限の車検に出すかとかで値段は変わってきて、2輪間とかだったら一番安いプランで3万とかで車検通せちゃって、何も問題がなければ、まあ、ディーラーとか行ったら10万くらいするケースもあります。海外のバイクとかだったら、 KTM とか私の乗ってるバイクとかだったら普通に車検10万とか行くかもしれないけど、ディーラーだったら。でもデュークも2輪間のあの5万6万くらいのプランにして車検通して、まあ、そんなもんなんで、ニーハンのバイクは車検がないからいいと言っても乗る回数にもありますけど、2年間で5万とかを安いと思うか高いと思うかっていう感じですよね。その2年間の乗ってる年月で分配して考えたら、こう毎日乗るんであれば1日何円かっていう話ですから、だからやっぱりこう私はニーハンのバイクも持ってはいないんですよ、実はニーハンっていう数字は。でもすごいたくさん好きなバイクがあって、だからやっぱりその車検がないからニーハンっていう長所として捉えるのではなく、ニーハンっていう排気量はやっぱりこういう日本の道路とかで乗りやすくて扱いやすくてすごくいい排気量だと思うので、その車検がないしっていうところでのいい点とは捉えないで欲しいなって思っちゃうんですよね。これはもう私のあのたわごとなんで、あの本当口下手だし、ちょっと何言ってるか分かんねえよって感じかもしれないからちょっと流してほしいんですけど、ただニーハンって車検以外のいいところもたくさんあるんだよって思うし、一番乗りたいバイクがニーハンのバイクだったらもうぜひ乗ってくださいって感じなんだけど、本命のバイクがあるんだけど車検があるから2番手のニーハンを選びましたっていう考え方だったら、ちょっとバイクも乗り手もかわいそうだから、それはやっぱりちょっと無理してでも乗りたいバイクにぜひ乗ってほしいなっていう、そういう考えです。
はい。あと私もコメントでよく来るのが、他のバイクにも乗ってあげてとかさ、最近なんかデーモンの動画をちょっと上げてるから、それでなんか他の3台が拗ねますよとか言ってるんですけど、もう拗ねられちゃ困るってくらい私プライベートでめちゃめちゃ乗ってますからね。私動画にするのがすごいめんどくさくて動画にしてないんですけども、ほぼ毎日バイクには必ずではないですけど、基本ほぼ毎日バイクには乗ってまして、そうね、移動全部をこう動画に したいとも思わないし、そんなことしてたら多分動画めんどくせえとかって思っちゃうタイプの人だから動画にはしてないんですけど、でもちゃんと全部のバイク乗ってるんでご安心ください。北海道から出てきて思ったのは、例えばこう神奈川に行きますとか、東京から神奈川に行きます、東京から山梨に行きますとかって言った時に、えそんな2時間とか3時間で別の県に行けるのって思いました。すごくその今までは県をまたぐっていうことが今まで一度もなかったから、こっちに来て、え東京から神奈川ってそんなに近いのとか、都心から神奈川そんなすぐ行けるのとか、山梨ってそんなすぐ着くのとか思ってました。てかすごくね、目の前の車 GTR だよ、やべえじゃん、かっこいいな。やっぱりああいうウイングついてるさ車ってかっこいいよね。あそこのウイングにさ、洗濯物をさ干してパタパタパタって乾かしたい。冗談です。すごいな、マフラーがめっちゃこっち見てるよ。わかる？みんなあのマフラーすごいこっち見てない？ギロって。ブレーキランプもかっこいいな。いくらするんだろう。いや、音聞いた？って言ってたよ。すげえな。私の今乗ってるバイク全部売っても買えんのかなって感じだよね。買える？今までバイクにかけた金額を集めたら買えるくらいかな。そう、私は本当はバイクに興味持つより先に車の方に興味を持って、でそのきっかけっていうのが、下校中にたまたまGTR を見て、わかっけーと思って、だからバイクよりもまず先に中学生の時に興味を持ってるんですけど、まあ、なぜか車の免許は持たずにバイクの中型を大型取るっていう、まあ人生そういうもんですよ。はい、ここでまた甲州街道に戻りました。ここのトンネル確か結構長いよね。あー涼しい、超涼しいよ。あと2時間で冷やし応答が私のことを待ってるんですよ。あやつ食べたいよ。そう、私こっちに上京してというか山梨に行って初めて応答っていう食べ物を知って、生まれてこの方20年、応答っていうものを全然知らなくて、応答っていう言葉を初めて知りました。応答、山梨の郷土料理みたいですね。それで20歳にして初めてほうとうを食べて、なんだこの美味しい食べ物はと思って、そっからたまに休みがある日は山梨まで走りに行ってほうとうを食ってます。ちなみにコメント欄で山梨県民がいたら挙手してくださいね。でおすすめのほうとう屋さんを教えてください。私はね、もう山梨にほうとう食べに今年で 3,4 回行ってるんですけど、お気に入りの店が2店舗あって、でそこの店のもう1店舗の方が結構長い時間までやってるので、今からそこに行きます。あんまりね、みんなは私におすすめのほうとう屋さん教えてね。私はあんまりこう教えたくないからさ、おすすめの店を、まあ、自分だけのものにしたいじゃん。お、山々してきましたよ。山々、山って感じですね。山すぎて草越えて山、いい感じのくねくね道ですよ。あとさ、山梨ってさ、謎のハッピードリンクショップがたくさんあるよね。これも山梨とか来て、こっちに来て初めて見た。何ハッピードリンクショップって。ただの自動販売機がなんかショップになってるんですよ。あれいいよね、なんかねなんかいいよね、風情を感じますと言いますか。でもこんなに晴れててバイク日和って感じなのにバイクがいないんだね。今日日曜日なんですけどバイクが全然おらん。なんで？ただ都会の絵の国に染まらないで帰って、染まらないで帰って。
らないうちに帰らないとマジで。てかもうこれオワコンじゃない？だって着くのさ6時くらいだよそれの時点でもうさ真っ暗だしさ、帰るときここの道通るのやばくない？私怖くない？夜の峠マジで怖いから。しかも私今日あれだからミラーシールドだし、積んだわ本当に。もしかしたらこの動画が、みんながこの動画を見てる頃にはきっと私はもうこの世にいないということになるのですが、元気にしてますか？私は天国でもずっと頑張ってるから、みんなもまだ私の分までたくさん生きてね、お願いね。夜ここ私走んのか、怖いよ。まあ、だらだらして出発時刻が遅くなって出発した私が悪いんですけどね。なんかねスイッチが入らないとやる気出ないんだよな。今日はもう本当に久々の何週間かぶりの休みの日だったんで、もう絶対に山梨行ってほうとう食うぞとかって思って、昨日早く寝てたのに。なのにだよ、昨日だって2時に寝て今日起きたの13時とか。終わってるよね。これ結構ここドキドキしない？この工事してる時にさ、左車線全部使えない時に右車線通る時のなんかいいんだけど、このドキドキする感じ。例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ、僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。峠っていうのは危ないですからね。いくらこういうくねくねの峠道が楽しかろうと、心にブレーキをかけましょうね。こう私もぶっ飛ばしたくなる気持ちは山々なのですが、それでもやっぱりこう結構なスピードを出してこういう峠道で散ると本当に大怪我になっちゃうんで、自分のためにもバイクのためにも安全運転で行きましょう。でまたねこういう美しい景色をこう見ていると散るってことがありますから、私もヒヤッとした経験がたくさんありますよ。常に視線は自分の行きたい方向を見る、5秒先の自分が目指すべき方向、それをしっかりと見ることによってバイクも自然にそっちに向かってくれますからね。バイクっていうのは見た方向に進むんですよね。だから変な方向を見てるとその方向に向かってバイクは進んでいくから、だから自然っていうのは大事なんですよ。なので道路に動物とかが出てきても気をつけてくださいね。私の恋は南の風に乗って走るわ、青い風切って走れ、あの島へ。私これ一人ですからね、皆さん完全ソロ通ですから。ええ一人ですけど何か恥ずかしいんですよ、私だってこうやって一人でピーヒャラピーヒャラ歌いながら走ってるのは。あなたが好き、ああ私の恋は南の風に乗って走るわ、ああ青い風切って
走れあの島へ。